雷鳴巫女、羽生ミカ上墓、ハ所塚穴カーナ古墳は、大阪府羽生キ市は、ビキ野三丁目にある古墳。形状は宝墳。古市古墳群を構成する古墳の一つ。宮内町により、羽生ミカ上墓として、第三十一代、陽明天皇巫女の木目巫子の墓に自情されている。羽生キの丘陵の北端に近い大地上に築造された古墳で周囲には、 騎鎮所池西古墳、小口山古墳といった終末期の古墳が近在している。古墳は現在、陽明天皇、第二子の木目美子の領母として、宮内庁により管理されている。日本書紀には、木目美子は602年に、進む白木将軍に任じられるが、翌年、畜死にて病死し、河内の羽生山の見陰に葬られたと記されている。周辺にはその候補となる。 アスカ時代の大型の墳墓は他に見られず、本古墳がキメミコ墓である可能性は極めて高いと言われている。近年行われた宮内庁の墳丘測量調査により、一辺53から54メートル、高さ約10メートルを測る三段築成の豊墳であることが確認されている。墳丘の表面には、業界岩の天衣子が施されていた可能性も指摘されている。 最近の羽び野市教育委員会による、墳丘周辺部での発掘調査で墳丘を取り巻く、集合のための大規模な外包みの存在が明らかにされている。埋葬施設については、区内庁所領部所蔵、姫彦お墓ご所在見取り図並みせっかく内略図によって、岩屋山式の横穴式石室であることがほぼ確実となっている。見取り図に描かれた石の表現は直線的で、 石室の寸法は原質長さ5.5メートル、幅約3.6メートル、沿道の長さ約7.6メートル、幅1.8メートルである。ありがとうございます。